はい、では太鼓を叩かせていただきますよ。初めにかけて新しい日本の国作りのために命をかけた佐賀の八賢人と呼ばれる男たちがおります。はい、はい、早速紹介してまいりましょう。はい、ではこちらご覧くださいませ。はい、まずはこちら、頭に黒い烏帽子をかぶっておられるこのお方、佐賀藩第10代藩主鍋島直政公でございます。はい、皆様あお車でお越しのお客様、お車あどうもありがとうございます。はい、駐車場にでっかい銅像が立ったと思いますけども、ね、あれこそがまさに鍋島直政公でございます。市バスに乗っていますけど、はいはい、市バスに乗っています。あ、市バスにも乗ってるね。はい、そうなんだ、ラッピングされてますからね。うん、はい、ラッピング殿でございます。ありがとうございます。でその隣、添島種男、はい、民間人初の外務卿外務大臣として日本の人道主義を世界に広めました。うん、はい、ペルー船マリアルス号という船に中国の方が騙されて乗せられて奴隷同然の扱いを受けておったのを その船が横浜港に泊まってましてね、それは許せないっつって解放したんですよ。うん、添島種男、中国の人たちを救いました。そうだね、そしてそのあで大事なことがあります。この添島種男、幼名を次郎と言いまして、はい、こちらの枝吉信用さんの実の弟でございます。そうだ、うん、でなんで添島なのっていうと、32歳の時に養子に出ましてね、はい、添島家の跡取りとして養子に出ました。ですから添島なんです。はい、それまでは枝吉次郎でございました。はい、そしたらその右下大木鷹と、はい、初代文部卿文部科学大臣として、日本の義務教育制度の元を作ったんです。はい、ね、みんなが小学校中学校に通えるのもこの佐賀の大木鷹党のおかげだよね。はい、そしてその左側江藤新平、はい、初代司法卿法務大臣として活躍しまして日本の法律や警察制度の元を作ったんです。はい、この顔にピンときたら110番、うん、あれ指名手配写真作ったのは江藤新平なんですよ。江藤新平なんですよ。はい、知らなかったでしょ。へえと思ったでしょ。へえって言ってね。大丈夫ですよ。もうへえとかほーとか拍手はね大きめにお願いしますね。はい、喜びます。では最後、ね、大隈重信、大隈、はい、早稲田大学を作り2度内閣総理大臣になりました。八賢人の中では一番有名で一番年下、末っ子なんです。そうそう、我々よりも14歳も年下なんじゃよ。うん、で残る3人はこちらでございます。はい、早速自己紹介と相なりましょう。わしが枝吉信用、枝吉信用という名前知ってる、聞いたことがあるという方はお願いいたします。あるな、あるな、はい、はい、もう前の人は、はい、最前列のだけでしたね。後ろだけ、ね、今、まあ、ね、八賢人という人でですね、まあ、その中の一人ではあるんですが、はい、私はですね、皆と違って明治までは生きておりません。はい、と言いますのも、江戸時代の頃にですね、病にかかって倒れてしまったんです。はい、じゃあ私は何をした人物かと申しますと、佐賀には藩校行動館という学校がございまして、学校があります、ね、そこで教鞭を振るっておりました。はい、他にも、義祭同盟という秘密の集まりを作りまして、うん、そこで今後の日の本は天皇を中心に全ての民が等しく平等に暮らせる世の中にしないといけないと、そういうことを教えておりました。はい、なので、佐賀の吉田松陰とも呼ばれておりますが、実際吉田松陰殿とは交流がございまして、あったんです。はい、あった、吉田松陰殿の弟子がですね、まあ、九州に来ることがあれば
佐賀に寄って枝吉信用に会ってこいと吉田松陰殿に言わせるほどの、交流があったのでございます。はい、人物でした。すごいでしょ。本日の物語はですね、私18歳です。はいはい、うん、名前は、その頃の名前は、駒一郎。はい、あの昔はね、どんどん名前が変わっていったんですよ、うん、そうですね。で、同い年なので実はみんな18歳なんです。そう、見たまんまあ、じゃあ出してないけどイメージしてください、18歳、はい、ということで、本日の物語にどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。次は、わしは島吉武、島ダイヤモン吉武じゃ。島吉武、なんか聞いたことあるよ、学校で習ったよ、なんていうの。はい、あ、どうもありがとうございます。グッと増えました、嬉しい。島感激では、手が上がらなかった方、質問を変えますね。皆さん、北海道の札幌という町はご存知でしょうか。ね、北海道の中心地でございます。ご存知ですね、ありがとうございます。その札幌を作ったのが私でございます。おの人間なんですよ。はい、何にもなかったのっぱらに、これぐらいの道幅の道を作って、五番の目状に、道路を、まあ、掘って、で役場はここに置いてっていう風な設計図を私が書きまして、その通りに札幌が作られたんです。そして今もその原型をとどめたまんま、札幌はなおかつ今もなお発展していっているということで、札幌には私の銅像が3つもあるんです。おありがとうございます。で、私のトレードマークはここから生えているおひげちゃんなんでございますけれども、私今日おひげがございません。理由があります。今日はですね、1840年、天保11年ですので、先ほど駒一郎君が言っておりましたけれども、僕18歳なの。うふふじゃなかったよ、ね、ですからまだおひげが生える前のことでございます。島段右衛門義武、段右衛門の名を取って段ニョンとみんなから呼ばれていました。それも史実です。島段ニョン、覚えてください。よろしくお願いします。本日の物語の主役でございます佐野英治常民と申します。はい、では佐野常民、知っている、聞いたことがあるなという方。おお、はい、同じぐらい。ありがとうございます。ここがね、ここが手上がらなかったですねここの方に聞きます。日本赤十字社、赤い十字のマークがシンボルの会社、日赤のこと知ってる人。そう、当たり前じゃんありがとうございます。とずもしてる、ありがとうございます。なぜこれを聞いたのかと言いますと、そう、私がその日本赤十字社を作った男なのでございます。日赤は佐賀が発祥なんだから。そうなんです、ね、はい。当時はですね、博愛を旨とする組織、博愛社という名前で呼んでおりました。はい、はい、他にもたくさんの仕事を私やっております。佐賀の世界遺産、三重海軍所、あれを作ったのも私、うん、はい、他のたくさんですね、殿から仕事を頼まれてます。はい、いろんなものを作っております。大砲だったり、反射炉だったり、日本初の実用的な蒸気船だったり、蒸気車だったり、うん、それもたくさん作っております。そうな、はい、そのたくさんですね、殿からも大変こう期待されておりました。そうです。なので殿からですね、英治という名前も賜ったんです。そうなんです。はい、私自身も殿のこと大変大好きなので、もう殿のことを思うとついつい涙をポロポロと流してしまう、そんな涙もろい男、私泣き虫キャラなんです。そうです、すぐ泣きます。はい、すぐ泣きます。史実です。すぐ泣きます。感動屋なので情が熱いんですね。はい、涙をポロポロ流す、そんな性格でございます。はい、本日私もまだ何事も成し遂げておりません。はい、もちろん18歳でございます。はいはい、もうお分かりかと思いますが、本日この3人、18歳で同い年です。見たまんまさ、あるある、あるある、想像してください、はい、お願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では、お芝居始めます前に皆様に3つだけお願いございます。はい、正座などしている方はですね、足元を崩さないと大丈夫です。はい、はい、楽な姿勢でご覧くださいませ。20時間ぐらいありますか。はい20分ぐらいあります。20分、はい、
お願いいたします、はい、で2つ目お願いでございます。お手元にありますチラシやパンフレットでございますが、はい、こちらの方下の方に置いていただくかカバンなどに入れるなどして平たく言いますと我々をご覧ください。よろしくお願いします、ね、お願いします。はい、しっかりとパンフレットばっかり見てるとですね心が心折れちゃう。どのくらいしっかりと。ありがとうございます。見てください。ありがとうございます。はい、じゃあ3つ目、はい、携帯電話や、ビデオカメラの写真の撮影、動画の撮影、撮ったものを SNS などに上げることだけは大変申し訳ございません。申し訳ございません。じゃあお願いします。お願いしますね。もう電源入れてくださいね。はい、館内フリーワイファイでございます。バッシャバシャ。バッシャバシャ。よろしくお願いいたします。それでは。お時間でございます、はい、始めていきたいと思います、はい、アイレンでございます。ありがとうございます。さて皆様佐賀へようこそ、ね、遠くは和歌山からいらっしゃる、ね、この佐賀、ね、今日は天保11年、1840年でございます。おいは18歳。おいはこれから何者かになれるとやろうか、歴史に名を残すことができるそんな男になれるとやろうか、まだ何もわからんそんな時代の頃、場所はここ佐賀城の近くに藩校の講道館という学校がございました。その学校の近くを松原川というきれいな川が流れております。その川っぺりでの出来事、もうぬっかぬっか、もうがわいぬっか、夏のある日のことでございました。幕末維新佐賀の八賢人おもてなし隊によります歴史寸劇、同い年始まり始まり、なんでおいはこがん運がなかとやろうか。ほら、恋のたくさん泳ぎよんさ。ちょっと恋に話しかけてみよう。ちょっとおいの話ば聞いてくれ、聞いてくる人。あ、聞いてくれと思うかった。ちょっと話すね。おいはな、実家ば出され、養子に行かされ、家業の医術を学ぼうと頑張って勉強をしてきた。そのおかげでな、前の殿様からは栄寿という子供めない名前までつけてもらったんじゃ。それがどうじゃ、突然江戸に行って医術をやめて漢学を学べと、それでやっとね、漢学が面白くなってきたと思ったら、次は急ぎ佐賀に戻ってこい。これじゃおいは何年間で中途半端、一体自分とは何なのか。その英術ネタには何者かになれるだろうか。お茶碗すりきれ一杯しかくださらんばってん、飼ってる犬には好きなだけ食べてるんじゃ。おいはおいが養子犬やろうか。舐めれば気力体力が回復する飛躍中の飛躍なんじゃ。確か名前を
野中うさいえんという名前だったかな。これ一口舐めてみるか。なかなか強烈な匂いじゃかな。これは効くという噂だったな。うんうんハラヘラコマイチロー、ハラヘラハラヘラ、なんじゃ今いいとこなんじゃ。なんかどこぞの茶屋でさ、たーんと餅でも食うてから帰らん。コマイチロー、ハラヘッタハラヘラハラヘッタハラヘラハラヘラハラヘラ、あそこ、あの新しいできた茶屋、あそこに行こう。あの娘さんがえらい美人でな。行こうか。あのな、色が抜けるように白いんじゃ。で、目がパチッとしてまつげがシュッと長くて先っちょがくるんってしとったぞ。あがん美人な娘、そうそう、ほら、そこの間、お前の弟の二郎と一緒にその茶屋に行ったとさ。そしたら二郎の皿にだけ一個余計に餅が置いてあったとばい。意味わかるやろ、女子的にわかるやろ。そしたらお前の弟の次郎、女餅が一個多い。次郎はバカなんじゃ。そしたらその娘さん、次郎の方をじっと見て、あんたそこの藩校講道館でお勉強ばしよるお侍さんやろ。これうちからのおもてなし。あっ、次郎のやつ話はのばー。もしやその女、滝川屋のクリステルか。友達を知っとっと、何やら悪巧みをしとると噂じゃ。イギリス、オランダ、アメリカ各国から多くのものを呼び寄せて、飛んだり跳ねたり走ったり競わせとるという噂じゃ。それなんか知っとぞ。なんか今年の夏、江戸で開催される江戸五輪ってやつやろ。なんかね、頑張ってほしくない、ね、なんか長掛けがなんか札幌で開催されるらしかな。ようわからんばってん、なんか知らんばってん、札幌って聞くになんか心がワクワクするなってね。何の話しましょったか、それはうちの時代か、それは。誰や、お前。お主が知らぬの守りはなかろう。こいは佐野英術ネタミというものじゃ。医術と漢学を治め、果実江戸より戻ってきたばっかりじゃ。鍋島の殿から最も期待されておる佐賀藩の若きホープというのはわしのことじゃ。膝ったらしか。何や、久しぶりじゃのう、英樹。久しぶりじゃな。なんじゃ、顔つきも変わって、ずいぶん賢そうになりやがって。お前一郎、知っとっと。知っとんもなんも、佐賀博士といえど、こがん頭のよか男はそうそうおらんぞ。なんばいいよっと、お前を凌駕するほどの男が、この国にそうそうおるはずなかろうもん。おいは、こん国の故事や歴史、帝のことについては誰にも負けん。ばってん。こと医術算術に関してはこの英樹の右に出るもんはおらんぞ。そがな秀才や、はあ、これは失礼した。拙者島段右衛門殿じゃったな。みんなからはダンニョンって呼ばれてます。ダンニョンじゃなく、なーにダンニョン、なーにダンニョン、なーにダンニョン、なーにお主のさっきからずっと見ておったが、道の真ん中でハラヘラ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 とか恥ずかしいとは思わんのか。もう絶対行け。人間の生理やっけん仕方なかさね。え、腹の減っては食いとうなる。食うてしもうたら出しとなんよ。武士は食わねど高ようじじゃ。何や、さっきから聞いてりゃ偉そうに。じゃあ聞くがな、お主は一体何者なんじゃ。
果実、医術と漢学を学び、医者か武士か、お主は一体何者なんじゃ。おいは、おいは何よ、恋がすぐ泣くとで有名かとぞ。まあ、エイジ、おいたちは同い年じゃ、一応仲良くしゅうでな、共に学んで何者かにならんば。それぞれが自分の持ち場で活躍してこの国を変えるんじゃ。佐賀だけやなか、日の本の民すべてが笑顔になるように、そこを目指していかんば。そうじゃな、うん、そうじゃ、そうじゃ。腹が減ってるお主らに珍しいものを信ぜよ。え、これじゃ、これはな、野中うさい炎といってな、うん、一口舐めれば気力体力は回復する飛躍中の飛躍なんじゃ。おこれ、お主ら一口舐めてみようか。お友情なかしじゃ。おい、うん、これは随分効きそうな漢方じゃない。ああ、そうじゃ。うさいえと思う。うさいえ。あ、前の殿様が老いたきれくれたんじゃよ。あ、宝物じゃ。うん、どうじゃ。ん、うん、おー、効くわー。効くわー。な、な、な、あ、あ、もやもやしてきた。ちょっと、あ、もう一食べ。いや、とまあ、こうして生い立ち3人は友達になったと。後日佐野が偉そうに、うさい縁をなめたかったら俺の家に来ないかって言うもんやけんが、佐賀はゲス工事にある医者の佐野家へと遊びに行ったんじゃ。夏も終わりの夕暮れ時の頃だっちゃ。エイジ、邪魔するぞ。ああ、これが医者のせがれの部屋か。ああ、ようさん本があるの。なんかここだけ怪しい男だなのって言っとこう。ガラガラ。ああ、やっぱり旬なのいっぱいあるよ。あ、これ起業誌か。おお、ブラックジャック。おお、おあ、小林一郎。ん、お主は孔子の言う愛についてはどう思う。うん、そうじゃの、孔子の言うこともうなずける。まずは父や母、そしてご先祖様に対する畏敬の念は当然持つべき。すべての倫理はそこから始まるからの。おめえは今一つさえがしっくりこん。なせえぞ。おいはな、あんた、そこまで言うたなら全部話さんか。おいはな、トト様やカカ様への愛、それは当然持っとるばい。うん、あって、おいが他の人への愛より重く深いかと言えば、おいは養子に出されてしまったけん、親の愛というものを素直に受け止めきれんのかもしれん。そいなら諸子百家に国士という本がおる。全然論ぜられん男じゃが、なかなか面白いぞ。英寿にはその国士が唱えとる博愛っちゅうんが一番しっくりくるんじゃなかろうかの。博
はい、うん、広くまんべんなく愛すということか。そうじゃ、人にはそれぞれ事情がある。今の英二を一番理解してくれるのはその国師様かもしれんの。お前一郎じゃがお主、血縁も無縁も平等に愛するということは、それはもうすでに朱子学を否定しとることになるぞ。そうか。しかしお主はなんでそんな朱子学を否定するんじゃ。朱子学はな、今の幕府が侍たちを手なずけるために取り入れた中国の学問じゃ。なして自分らの心を耕す学問をよその国から借りてきて学ばんといかんのじゃ。そこがすでにもうおかしかろうか。うん、確かに。英二のこと博愛もよか、孔子の言う佐藤愛もよか、はてんな、どんだけ朱子学を学んだところでこの日の本のことは理解できんのじゃ。それはなしかわかるか。それはな、今国の中心が幕府じゃないからじゃ。幕府じゃない、わしら侍が本当に仕えるべきは帝じゃ、天皇様なんじゃ。天皇。そうじゃ、今の世は天皇が天下を徳川に預けとるだけじゃ。いや、それはわかるばって、ここは佐賀藩じゃ。徳川より鍋島の殿の方が大事に決まっておるじゃ。徳川幕府が一番っていう考え方も間違っとる。佐賀藩が一番っていう考え方も大間違いじゃ。諸悪の根源はわかるじゃろうか。あがくれじゃ。そりゃ声がでかいぞ。かまうもんか、来るならかかってよ。大変だ。なんじゃ、何よか。何よ、どうした慌てて。いくつじゃ。そう、エゲレスが真に攻め込みよった。とうとう正体を表しよったか。エゲレスはえげつなかぞ。真の民にアヘンっていう毒は吸わせて骨と皮だけにしておきながら、後から大砲が積んだ船でワンワンワンで攻めてきよる。歯向かうやつは皆殺しじゃ。あいつら笑いながら人の首も跳ねよるっていう話ぞ。なんで、なんでじゃ。同じ人間やろうもん。誇りがないんじゃ。己がないもんは他人ば責める。その畜生がさ、今度は生い立ちの国に攻めてくかもしれんっていう、そが話ぞ。ダニエル、我がどこのつもりか。知れたことを。戦の最前線に立ってこその島ダニエモン吉武、ピュンピュンピュンで飛んでく大砲の弾やゴーゴーと燃え盛る炎の前じゃ儒学も朱子学もなか。必要かとはそれらをかわし突撃する肝っ玉の太さじゃ。この国の礎とならんとする意志の強さなんじゃ。あっぱれ。さすがダニエルじゃ。まさに地高校一根っからの陽明学じゃ。義を見てなさざるは悠々なきなりばい。迷いがなか。羨ましか。英二、迷うたらいか。イギリスが来た、アメリカ、オランダと我も我もとこの国をほぐりに来る。それまでやらんばいかんことが。やらんばいかんこと、うん、今国の今国たるゆえんば、わしらがしっかり学んで伝えるんじゃ。行動官の弟たちは百姓に、町人に、いや殿様に、将軍にも、この国の誇りを正しく伝えられるは、わしら左官門以外におらんろ。そうじゃ、小林一郎、その通りじゃ。そうじゃ、戦の前に学問じゃ。誇りを培うんじゃ。培った誇りは大砲の弾よりも強い。おいたちの戦場は行動館じゃ。日の本のために、誇りのために、おいたちが何者かになるために。おいたちは必死になって勉強をした。自分たちが何者かになるために。
駒井千代こと枝吉信用はその後理財同盟を作り、後のメール政府で活躍する若き者たちを次々と育て上げ、日本の在り方、舵取りの仕方を教えたんじゃ。だが流行り病のコレラに感染した妻を看病し、それを見とった後、自らもコレラに侵され、41の若さでこの世を去った。男女のこと島大門義武はその後北海道に渡り、札幌の町の基礎を築いた。しかし新政府によって佐賀が窮地に陥ったと見るや、急ぎ佐賀に戻り新政府軍と戦った。だが前線虚しく戦いに敗れ、詳しい戦技にかけられることなく、形状の露と消えた。お前一郎男女二人はわしを終えて遠くに行ってしまった。だが駒井一郎たちに教えてもらった博愛という言葉と揺るぎなき思い、これは心の中に残っておる。そして明治になり、ヨーロッパでの見聞を終えて、わしは博愛を旨とする組織日本赤十字社を作ったわけじゃが、果たして私たちは何者かになれたじゃろうか。自分のことはようわからん。今の世に生きる皆さんよ、教えてくれんかのう。おいたちは何者かになれたじゃろうか。幕末維新佐賀の八賢人をもてなし隊によります歴史寸劇同い年、本日は最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。この3人が共に行動感で学び合い、そこでそれぞれの夢に向かって突き進んだというのは全て史実でございます。この史実に基づいた歴史寸劇を後世の人に楽しく分かりやすく伝えるべく行っております。この活動でございますが、皆さんの応援のおかげもあり、7周年のこの活動を迎え、今8年目に突入しております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。これからはこの佐賀の歴史、日本の歴史をより多くの人に伝えていきたい、そう思っております。ですが実はこの活動、チラシの方にも書かれておりますけれども、4月以降の活動の目処がまだ立っておりません。と申しますのも、この衣装や小道具、チラシ他すべてにおいて、この活動、皆様のお心づけのみによって成り立っているからでございます。我々の体が続く限り、ずっとこの活動を続けていきたい、そう思っております。ではこちらに箱を準備しております。どうか我々の活動にご賛同いただき、ご協力、ご支援のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また重ねてお願いではございますが、アンケートの方を取らせていただきたいと思っております。何か一言だけでも構いませんので、お書きいただけたらと思います。どうかよろしくお願いいたします。アンケートお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。